こんにちは、YouTube 備考の松原です。今日はですね、早稲田の国語、数学、歴史の今から間に合う、必勝法というのをね、お話ししていきたいなというふうに思っています。はい、まあ、久々ですね、自分の車を洗車して、この後ドライブをしながら早稲田対策について話していきたいなと思っています。まあ、この車は、時速100キロまで3秒かからずたどり着くスペックがあるマシンなんですけども、そんな、ね、勢いで、早稲田に導く方法というのを、ね、お伝えしていきたいなというふうに思っています。現実的じゃないと考えました。なので、国語に関しては現代文、これの、ね、必勝法をお伝えしたいと思います。まあ、繰り返しになりますが、古文漢文は既にアップしている動画の方を確認いただいて、気合でなんとか覚え切ってください。さて、現代文、最初に、ね、お断りしないといけないのが、法学部と文学部と教育学部っていうのはね、正直この短期間で対策するというのはなかなか厳しいと思います。でそれ以外の学部は今から言う GPS を即位しました、対策をねやっていただいたら可能性は十分あると思います。理想を言うと早稲田は固有の解き方っていうのがあるので、それをねマンツーマンで、まあ、僕のような受験指導者からね学ぶというのも一つ手であるんですが、残念ながら私の方がもう全くね時間的な余裕もないので、まあ引き受けることもできないし、まあ、引き受けたとしてもせいぜい、ね、数人程度になりますから、この動画でねぜひね学んでほしいと思っています。さて、早稲田の現代文今から間に合わせるにはどうしたらいいのか、大きくね2つの柱があります。それは知識と解放という、まあ、2つのね観点です。この2つの観点をしっかり頭の中にインプットすることで得点力につながっていくと考えています。まず知識に関しては小論文の、ね、問題集っていうのが、ねありまして、まあ、模範解答の、ねまあ、問題集、一般的には電話帳とかっていうふうに言われるものがあるんですが、そうした、ね、模範解答の読み込み、これが、ね、非常に、ね効果的なんですね。早稲田の知識を問う上でやっぱ最新の小論文の模範解答というその、コンテンツが、最良の、ね背景知識になっていきます。これはたくさん読むというよりかは自分が興味がある分野だけでもいいのでピックアップして読んでいく、その上で、余裕があったら
他の分野も読んでいく、こういうふうな流れをしていくといいんじゃないかなと思います。もちろん早稲田の、ね、過去問の問題集を読んでいく、早稲田の過去問の問題文、これを読んでいくっていうのも、ね、非常に有効ではありますが、なかなか、ね、文章が難しいんですね。早稲田の過去問の文章も難しいので、こうした、ね、小論文の模範解答の方が非常に理解しやすく重要な知識が入ってきやすいので、これ大変おすすめです。次に、解法ですね。解法で、今からね、本文のすべてを理解して解くという、まあ、いわゆる王道のやり方では到底間に合いません。しかし、満点を取る必要がない入試において早稲田では、まあ、正直現代文は4割5割取れば本の字、3割でもね、なんとかね、可能性あるんですね。なのでそうした得点数をしっかりね、ゲットしていくためには徹底した解法というのをね、学んでいく必要があります。そこで有名私大入試マル秘裏技大全国語っていうね、この津田先生の書籍、これをねぜひねやり込んでみてください。まあ、いわゆる、まあ、説問の解き方っていうのがねまとまってます。中にはね、なかなか理解できないところがあると思いますし、独学では、まあ、そこがねどうしてもやっぱ限界になってしまいますが、それでも自分でこれをねしっかりやっていけば、先ほど言ったような得点率で、ね、十分ねゲットできます。で問題点としては、本文をね全部読まずに解くという手法になります。まあ、せいぜい説問で問われている、まあ、空欄補充とかね、そういうところの、まあ、前後の一段落分読むぐらいだと思いますね。なので本文を読まないで解けるんだっていうね、認識をぜひね持ってほしいと思ってます。特に早稲田は、癖があります。癖があるということは好まれたパターンが必ずあるということです。例えばね、一つだけ事例を言いますが、選択肢の中で絶対的な言葉が入ってたら、もうそれはね答えじゃないっていうふうに考えてください。例えば、まあ、絶対にっていう言葉だったり、確実にとかね、そういう言葉ですね。あとは唯一のとかね、まあ、そういう言葉もね、もう入った時点で選択肢からもう答えの候補としてね外れるんです。そういうことを知っていくだけでもかなりね選択肢に絞り込めますし、最後のね迷った時に、あ、これ絶対的な言葉があるから外していいんだ、そういう判断がねできやすくなるんですね。でもう一つ言うと、そういう絶対的な選択肢がね、まあ、絶対的な言葉が入っている選択肢があれば、その絶対的な言葉以外の部分は結構合っていることが多いので、そこで本文のね、主義主張を知るという手法もありますが、まあ、これはね実際の問題を解きながらじゃないとね、なかなか理解できないと思いますので、まあ、そういう裏技的なものがね若干あるんだということをねぜひ認識していただいて、国語はまあ4割5割抑えていくっていうのをねやっていただきたいと思います。